父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日のミサの御子は、72歳で帰誕された故・イスミ・ヒロミ様、熊本でおられた、頼まれた方は三井陽子さんです。そしてインドネシアから帰還されたリム・キョッエン、あるいはキョッインヨ様のためにこのミサも祈ります。皆さん、神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めましょう。神よ、罪深い私たちを憐れみ、慈しみを示し、救いをお与えください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。信じる者の力である神よ、あなたは殉教者の地を、キリスト信者の種としてくださいます。聖カロルとその同志の殉教によって、教会が力づけられ、豊かな収穫をもたらすことができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一朗読、とびとき。その日、メディア地方に入り、エクバタナに近いところまで来たとき、ラファエルは、兄弟トビアと言った。トビアは何でしょうかと答えた。ラファエルは言った。今夜はラグエルのところに泊まらなくてはなりません。ラグエルはあなたの親戚にあたり、サラという名の娘がいます。エクバタナに入ると、トビアはラファエルに言った。兄弟アザリア、すぐに親族のラグエルのところに連れて行ってください。そこでラファエルは彼をラグエルの家に連れて行った。中庭の戸口のところにラグエルが座っていた。まず彼らがラグエルに挨拶をし、次にラグエルが彼らに言った。兄弟たちよ、ようこそいらっしゃいました。お元気で何よりです。そして彼らを家の中に導き入れ、ラグエルは羊の群れから一匹のお羊を取り出してほふり、彼らを心からもてなした。さて、彼らが体を清め、手を洗って食卓に着いた時、トビアはラファエルに言った。兄弟アザリア、身内の娘サラを私にくれるようラグエルに頼んでください。ラグエルはこの言葉を聞き、トビアに言った。今夜は大いに飲んだり食べたりして楽しんでください。兄弟よ、あなた以外には娘サラをめとるのにふさわしい者はいないのですから。あなたは最も近い血縁の者なので、あなた以外の男に娘を嫁がせることは私にも許されていません。しかし、こよ、本当のことを言いましょう。私は同族の7人の男に娘を与えました。ところが、一人の例外もなく、初夜の床で死んでしまったのです。でも、そんなことは気にせず、飲み食いしなさい。主が良いようにしてくださるでしょう。しかし、トビアは言った。あなたが私のことをはっきり決めてくださるまで、決して飲みも食べもしません。そこで、ラグエルは言った。では、そうしましょう。モーセの書の定めに従って、娘をあなたに与えましょう。娘があなたの妻になることは天の定めでもあったのです。あなたの身内であるこの娘を連れて行きなさい。
今からのちあなたは娘の夫であり、娘はあなたの妻です。娘は今日からいつまでもあなたのものです。来よう、天の主が今夜憐れみと平安のうちにあなた方を守ってくださるように。それからラグエルがサラを呼ぶと、サラは彼のもとに来た。そこでラグエルは彼女の手を取り、トビアに渡していった。娘をあなたに妻として与えるよう命じているモーセの律法の定めに従って、彼女を連れて行きなさい。彼女をめとり、無事にあなたの父のところへ連れて行きなさい。天の神があなた方を導き、平安をお与えくださるように。そこでラグエルは妻エドナを呼び、パピルス紙を持ってくるように命じた。そしてモーセの律法の定めに従って、サラを妻として与えるという結婚の契約を書き記した。それから一同は飲んだり食べたりした。ラグエルは妻エドナを呼び寄せて言った。別の部屋を用意し、サラをそこに連れて行きなさい。そこでエドナは部屋に行って床を整え、ラグエルから命じられた通りサラをそこへ伴った。エドナはサラのことで泣いたが、涙を拭くとサラに言った。娘よ、元気をお出し、天の主がお前の悲しみを喜びに変えてくださるように。娘よ、元気をお出し。そしてエドナは出て行った。人々は二人の部屋を出て戸を閉めた。トビアは寝床から起き上がり、さらに言った。愛する者よ、起きなさい。二人で主に祈り、主が私たちを憐れんで救ってくださるように願い求めよう。そこで彼女も起き上がり、二人は主の救いを求め始めた。トビアは祈っていった。私たちの先祖の神よ、あなたとあなたの皆は世々限りなく称えられますように。天とあなたの作られたすべてのものはあなたを常しえに褒めたたえますように。あなたはアダムを作り、また彼の助けて支えてとして妻エバをお作りになりました。そしてその二人から人類が生まれてきたのです。その時あなたは仰せられました。人が一人でいるのは良くない、彼のために彼と同じような助け手を作ろう。今私はこの人を情欲に駆られてではなく、身旨に従ってめとります。どうか私とこの人を憐れみ、私たちが共に年老いていくことができるようにしてください。二人は一緒にアーメン、アーメンと言った。そしてその夜は眠りについた。神の言葉。
しイエス・キリストは死を滅ぼし、福音によって生涯を照らしてくださった。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に。マルコによる福音。主に栄光。その時、一人の律法学者が進み出て、イエスに尋ねた。あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は、唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また、隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは、律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはや、あえて質問するものはなかった。クリストに賛美。今日は6月3日木曜日に、今日のカトリックの天礼の記念日は、聖カロル・ルワンガと同志殉教者。1885年から1887年にかけて、ウガンダ、アフリカのウガンダでは、キリスト者に反対したムワンガ王によって、多くのキリスト教徒が迫害された。その一人は、聖カロル・ルワンガです。このアフリカというところも殉教者たくさん出てきました。その中で今日のお祝い、その記念日として、まさに今日のイエス様の福音書を言われた通り、神様の一番大切な掟は神への愛と隣人への愛ということです。このすべての律法はその二つの掟をまとめられています。この殉教者ももちろん神への愛はすべての命に捧げられて、敵に対してもその人々もお祈りすることがこの殉教者の特徴です。私たちも今の時代、この宗教関係ある人々は少なくなっているけれども、私たちの祈りは毎日その悩んでいる人、また病気の人、そして帰転された人々のために毎回のミサを捧げます。特に今日のミサの以降は小泉博美様、72歳で亡くなられた三上良子さん、熊本から頼まれた方は、このミサを捧げます。その同時にインドネシアで、Pekanbaru、スマトラのリオで、帰転されたリム・キョプイン、あるいはキョインヨ様のために、また全ての家族を神様から恵みを、また慰めをいただきますように。
このミサを捧げましょう。私たち一人一人の願い、祈り、すべてこの祭壇の上に捧げ物になりますように。私たちの殉教する形は毎日忠実に信者としてお祈り、また他人に対して優しくあげられるように、それは一番大切な殉教の毎日の出来事です。そういう願いを一緒に皆さん一人一人その心を持ちてありますように、一緒にこのミサを捧げましょう。アミン。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。第一の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。聖なる父よ、この供え物を捧げて祈ります。ウガンダの殉教者が、罪よりも死を選んだように、私たちもすべてに超えてあなたを愛し、心からキリストに従うことができますように、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、主キリストによっていつもあなたをたたえ、感謝の祈りを捧げます。聖カロル・ルワンガと同志・殉教者は、あなたの恵みに強められ、命を捧げて御子キリストを明かししました。弱い人間の中に、あなたの偉大な力が示され、十字架の道を行く者の中に人の地をはるかに超えるあなたの愛が輝き出ます。御前で栄光をたたえる天使の声に合わせ、ここに集う私たちも感謝の賛歌を捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ、天の糸高きところにホサンナ。おもべきかな、主の名によりてきたるもの、天の糸高きところに、ホサンナ。まことに尊くすべての聖聖の源である父よ。今、聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んでジュナに向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い深
価値を称えよ主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイナマンヨとパロサケトシヒロ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになった泉ひろみと林玉縁、玉縁よを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、聖ヨセフと使徒、すべての時代の聖人と共に、聖カロル・ルワンガ、同志・殉教者と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きましょう。
祈りますよ。すべてを収められる神よ、殉教者は生体の遺跡に力づけられて困難に打ち勝ちました。主の食卓に預かった私たちが困難にもひるまず信仰と愛を明かしすることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。マリア様取り付きによって、コ・イスミ・ヒロミ様とコ・リム・キョ・イン・キョ・インヨ様の永遠の安息のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。行きますよ。主の日はのうちに。神に感謝。